ルシアです。ALTHEARCIA 君へという曲を、畑本博さん、すみれの後にお届けしました。ということで、今夜のキーワードを楽しませたいということで、まあ、たくさん来てますね。来てますね。ツイッターでは、渚さん、私、はい、ここ数年でベイスターズを応援するようになったので、知らず知らずのうちに、策略にハマってたのと、策略ってわけじゃないですけど、その、テンションをね、楽しませたい、気持ちです。気持ちに伝わってた。気持ちが伝わった。あのボールパークっていうことで、大リーグのね、アメリカの野球をちょっとこう参考にしてみたいなことで、ちょいちょい話題には上がるんですけどね、来てくれる人はどう楽しませるかっていうことをみんな考えてるんですよ。音楽で盛り上げるみたいなのもありますからね、各球団で、うん、結構ね、あれなんですよ、あのバッターが打席に立つときの登場曲とか、それも大事。こちら側は気づいてしまう。なんかこう触ってたら猫がさ、こうニャーって歩いていくわけ、うん、で、
テーションが、あっちゃこっち行ってるだけ。特にこの日何も起きてないんだよ、前の中で聞かれた私たちは。内容に、ボコボコなものだ。Thank you.